はい、どうもこんにちは。金子でございます。ということで、今日なんですけども、ツイッターでね、とある商品を見つけてしまいまして、すごい面白そうだったんで、ネットで検索して買いました。それがこちら。ででーん。ちょっと英語が苦手でよくわかんないんですけど、こちら。大丈夫だ。スキンズイット。まずは開けていきましょう。はい、開けた感じがこういう感じですね。で、ここにローラーがついてます。で、ここにローラーを動かすレバーがついてます。これは一体何だと。これはですね、自動魚の皮剥ぎ機なんですよ。ここの隙間にね、魚の皮をちょっと巻き込んで、このレバーをキュッと引くと、ビュービュッとこう魚の皮が剥げるんですよ。海外の商品でですね、海外のサイトで買うと2万円くらい。で、ちょっと海外のサイトで買い方が分かんなかったんで、日本の転売品を買って4万円くらいしました。多分1回しか使わねえのに。ってことで、この皮を剥ぐ用の魚を買いに行きたいと思います。さあ、どれにしようかな。タイとかはやっぱ皮引きやすいよね。タイ、ハマチ。あと1種類ぐらい欲しいよね。シマアジ、タイ、ハマチ、この3種類をあの機械で皮引いていきたいと思います。それじゃあこれを買って家に帰宅したいと思います。はい、ということでお家に帰宅しました。今日買った魚がタイ、シマアジ、ハマチですね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、タイ、シマアジ、ハマチ。ということでね、タイとシマアジは養殖物、ハマチは天然物となっております。この皮を引く動画を見たんですけど、スズキとかタラみたいな魚をブイーンってやってましたね。なんで今回はスズキとかタラはなかったんで、このオーソドックスな魚3種類用意しました。さあ、うまく引けるんでしょうか。楽しみですけども。まずどの道ね、3枚には下ろさなきゃダメなんで、これ全部3枚下ろしにしていきたいと思います。まずはタイ。今日は気分的に出歯でいきます。久しぶりの青髪2号の虎包丁。はい、ではタイ下ろしていきます。まずはエラを抜いていきます。このタイの頭の煮付け、これがね、僕大好きなんですよね。なんでこれは後日作りたいと思います。はい、エラが抜けましたら次に頭を落としていきます。今日はあえて鱗は取らずに下ろしていきます。動画が鱗ついたままブイーンってやってたんでね。はい、では3枚に下ろしていきます。うわ、久しぶりに出歯使うからちょっと慣れねえな。鱗がついてるとね、このガイドラインが入れにくいからちょっと下ろしにくいですね。はい、これでタイの三枚おろしの完成ですね。次はこちら、ハマチをおろしていきます。まずは頭を落としていきます。ちょっと鮮度はよろしくないな。はい、では3枚におろしていきます。もうハマチはね、お手のもんですね。このぐらいのサイズ感のハマチは本当におろしやすいんで、初めて魚さばく方とかおすすめの魚となってますね。意外にみんなタイとかアジとかから挑戦するんですけど、ハマチとかツバス、これ本当安くておろしやすいんで、でしかも味も美味しいし、おすすめですね。はい、3枚おろし完成ですね。はい、次シマアジ、僕の大好きなね魚です。まずは頭を落としていきます。こいつの刺身がね、まあうまいんすよね。はい、ではおろしていきます。で、反対側も同じように下ろしていきます。
はい、3種類おろせました。ではこれ使っていきます。じゃあ動かしてみますよ。え、動かねえんだけど。あ、動いた。動かすときはここのレバーだけじゃ動かないみたいですね。ここのボタン、これを押しながらこれを引く。そうするとこう動くらしい。え、こんなんでほんと取れんの？ここの隙間がこういう風にレバーでカチャカチャ閉まるんで、ここの隙間にこの魚のここ背中のビローと剥がれるここを巻き込むんでしょうね。で、動画で見たらこの腹骨もここで取れてたんで、ちょっとやってみます。え、お、すげえすげえ、今見た？めっちゃ綺麗に取れた。びっくりした。すっご、ほら、綺麗に取れました。そしたら、じゃあこっち側向けて皮剥いていきます。おお、取れた。ほら、意外に綺麗。じゃあもう一回いきますよ。まず腹骨はこういう風に取ります。腹骨のここにここを当てて、で、押してこう。そしたらここの先っぽに入れて挟んで、ぐーっと。大丈夫か？これ壊れそうな音するけど。そしたら次こちら、シマアジ。はい、シマアジの皮むいていきます。ほら、お、綺麗に剥けた。ちょっとじゃあ僕が皮引いてみます。機械と人間どっちがうまくて早いんだろうか。腹骨はこんな感じで引きました。まあ僕の方が綺麗ですわね。はい、では皮引いていきます。こんな感じですね。で、背中の方も引いていきます。こんな感じ。まあ、やっぱ綺麗さは自分の手でやった方が綺麗ですね。じゃあ最後タイやってきます。でね、どうもちょっと腹骨は引きにくいです。残っちゃいますんで、腹骨は包丁で取っちゃいますね。はい、じゃあ行きまーす。で、ここでこれ皮を持ち替えてあげる。持ち替えて、はあ、嘘、ボロボロなんだけど。全然綺麗じゃないわ。ちょっとあれはまずいんで自分で引きます。うん、やっぱこっちの方が綺麗だわ。はい、そうしたらね、今日はこちらを使って海鮮丼作っていきたいと思います。で、身がちょっと汚れてますんで塩水処理していきます。ハマチはね、このぐらいでいいっすわ。で、こういう風に洗っていきます。はい、そしたらこちらを切ってこのご飯の上に乗せていきます。Thank you.
はい、じゃあ完成、いただきます。よし、じゃあ食べていこう。ちょっと色味は地味ですけども、うまいだろうな。醤油をかけて、僕島味が好きなんで島味たくさん入れました。じゃあここら辺をいただきます。うん、うまい。油がしっかり乗っててね、やっぱうまいわ島味。マダイ、養殖の割にはちょっと油が少ないかな。僕そういうの正直に言いたいタイプ。はい、ということで今日はこちらの海鮮丼ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、選ばれたやつ。今日は休館日となってます。痛風予備軍なんでね、私。はい、ということで、はい、じゃあ、いただきます。うめぇ、お茶もいい。そうじゃっくり、食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は、こちらの自動魚皮むき器で、お魚の皮を剥いで、海鮮丼を作ってみましたけども、海鮮丼は美味しかった。ただね、これはね、使いにくい。僕が Amazon で評価をつけるとしたら、これはね、1.5 とかだね。そのポイントとしては、対応する魚種が少なすぎる。細長いフォルムで、なおかつ、鱗が小さい魚。それが適してると思う。そして値段が高い。まあ、日本の魚には適用しにくい機械なのかなと思いました。だから日本で売ってないんですよね。でね、良かった点はね、